皆様、雷神33、いかがだったでしょうか見てると思うので、まとめという感じでもないと思いますが、私、つらつら話しておきますので、今回試合見た感想などを書いていただけると嬉しいです。コメント欄を読んでまでが大会の楽しみ方という方もたくさんいらっしゃいますと思いますので、よろしくお願いします。それでは早速、長丁場なので、ぎゅっと凝縮していきましょう。まず、毎回恒例、リングアナー、お宮の松さんの大声での一言挨拶は、年越しはライジン は、発表ニューイヤーよろしくお願いしますでした。はがね、2個重なってましたね。オープニング映像は、アントニオ猪木さん登場いたしまして、大晦日は格闘技だということで、と言って、ナスカ天心選手とタケル選手の記者会見映像、立木文彦さんがナレーションで、お帰りなさい、超満員のお客たち、と言って、スケボーで金を取った堀米雄斗選手登場。 ナスカー天心選手の親友らしいです。セットで作られた手すりをスケボーで滑走し、ナスカー天心選手とハグ。はい。そして1試合目、リトルキング、三浦浩太選手、VS マッスルプリンス、有志選手。まず、あおり V、BGM が佐野元春さんの約束の橋だったので上がりました。で、さらに上がったのが、三浦浩太選手、トラさん好きだと言っていたので、トラさんの入場曲、 あるかもと私言わせていただいていましたらですね、ドンピシャ、男は辛いよの主題歌で登場。ただしリミックスですが、これで今後キャラ作りやすくなると思います。これは好プレイですね。で、会場にはご両親の姿が、キングカズ選手、相変わらずのイタリアンファッションでした。真っ白なコートに真っ白なハット。 で、試合はこれ超激圧でしたね。1試合目の自分の仕事を見事にこなしたといった感じで、もう見てると思うので説明しませんが、ギロチン三角など、あと少しといったところでしたが、ラストまさかのね、サッカーボールキックで終了と、えー、三浦紘太選手、金カさんの息子なんでサッカーボールキックという特殊ルールだけ残しておいた、その隙をついてと言っていいのか分かりませんが、こんなのあるといった感じでしたね。私ファンになりました。リングマイクはお父さん、お母さん、 小さい時は迷惑かけたけど見に来てくれてありがとう格闘技会のキングになります僕のファンになってください皆さんでしたねはいもうファンになりましたはい遺伝したところは持ってるところということでしたねそしてここからバンタム級グランプリの準決朝倉海選手 VS 滝沢健太選手ライジン公式絵師リョッケドローさんが描いた滝沢健太選手のイラストがキュンですしてるところでしたね キュンは太田忍選手のイメージありましたが、試合は1ラウンド、朝倉海選手がプレッシャーをかけ、滝沢健太選手はサークリング、プラスカーフキック。朝倉海選手は強烈な上下の内訳。2ラウンド、滝沢健太選手は足技を多用。お互いテイクダウンに行く気配はなし。3ラウンド、朝倉海選手、ギアを上げ、どんどん前へ出る。滝沢健太選手はカウンターを狙ってる感じ。ラスト1分。 朝倉海選手の左が顔面を捉え滝沢健太選手フラッシュダウンゴングが鳴り朝倉海選手は勝ちを確信しロープに登る判定3-0で朝倉海選手の勝利続いて大久保弘正選手 VS 井上直樹選手煽り V で井上直樹選手はトータルファイターかっこトーク力以外と書かれてましたねはい1ラウンド井上直樹選手がプレッシャーをかける大久保選手はなかなか中に入っていけない テイクダウンを取る大久保選手だが、トップを取ったのは井上選手。肘を打ち下ろす。容赦ない。隙を見て立つ大久保選手。再びテイクダウンに行くも、逆に井上選手にバックをつかれ、チョークを取られかけるも、なんとかしのぐ。2ラウンド、井上直樹選手がテイクダウンでサイドを取り、再び肘を落とす展開で、ワンサイドになるかと思いきや、大久保選手。ここでトップを取り返し、そこから終始コントロール。 2ラウンドは、大久保選手のラウンド。そして、運命を決する3ラウンド。大久保選手、被弾覚悟で近い距離で組んでいく。何度もチャレンジ。井上直樹選手は、スタミナが切れてくる。大久保選手のしつこさ爆発。テイクダウン成功。寝技でコントロール。肩固めを狙う。残り1分半。大久保選手、バックを取る。トップキープ力半端ない。井上選手、何もできず。大久保選手、とにかく逃さない。必死の行走で締めに行く。 ここでゴング。判定は3対0で、井上直樹選手の上を行くしつこさを見せた大久保選手の勝利。シャーと吠える大久保選手。大久保選手周年の勝利。超超感動でしたね。おぎちゃんって感じ。勝ちに徹した大久保選手。寝かせたら無敵でした。そしてリザーブマッチ、元谷祐樹選手、VS 金太郎選手。 アオリー V では、今回、やっと元谷選手のシーソー場面なかったですね。はい。こちらは一進一退の攻防の末判定。3対0で元谷勇気選手の勝利。続いて、太田忍選手 VS 曽根一馬選手。1ラウンド、圧倒的フィジカルで組み伏せていく太田選手。下から腕を狙う曽根選手をマットに叩きつけて解除。鬼のクラッチとコントロールを見せる太田選手で1ラウンド終了。 2ラウンド、なんと太田選手のバックブローが決まり、曽根選手ダウン。太田選手のパウンドと膝も強烈。そしてラスト、1分を残し、踏みつけ連打で太田選手の勝利。徐ジ々ョジョでバニラアイスが意義を蹴りまくってた時のようでした。太田忍選手のリングマイクは、大晦日、判定ダメだよ。慶応じゃなきゃ。で、 放送席ではこの後本物出るんだけどねと結構不評でしたねこれははいそしてこの後グランプリ決勝を控えている先輩でもある大久保選手の応援よろしくお願いしますとおっしゃっておりましたそして来ました入場がすごい対決柴田選手 VS 久保裕太選手 サラちゃん、なんかゲームのキャラみたいなコスプレをして光るセンス持って登場しましたね。はい、で、生歌披露で久保裕太選手入場。柴田選手の方は、ヒカルさんとテンチムさんと、それと、なんと去年試合をしたヒロヤ選手を従えて、本人もマイクを持っての生歌で入場。試合はこれも皆さん見てるでしょうが、逃げ回る柴田さん、相変わらずタイガーステップも見せる。久保裕太選手、キックを出すも、あまり効いてない模様。 柴田選手の右ストレートが入り、久保裕太選手ダウン。それから飛びつき腕十字であっという間に一本。久保裕太選手は呆然。柴田選手は嬉し泣きのポーズをするものを高田キャプテンに嘘泣きじゃないかと指摘を受ける。はい。で、柴田選手マイクは何も言うことをねえよ。久保さん、次は YouTube でコラボしましょう。みんな俺が負けると思ったろざまあ見ろ。YouTuber は強いんだ。と。 そして、花道でカメラに向かい、来年は出ねえぞと、久保裕太選手の負け、本当に悔しい、嫌な予感がね、まさかの的中といった感じになってしまいましたが。そして、コージ選手、VS ヤーマン選手、あおり V の BGM はダウンタウンのゲシャガールズ。もう両者ちょいちょい、キーリキーリマーイでしたね。コージ選手は、剛さんの生歌で入場。リング上でヤーマン選手、気合入りまくり、にらみまくり。 首をかっきるポーズも見せる。試合はコイ選手、1ラウンド早々、蹴りでのローブロー、もろに入ってしまう。試合中断。苦悶の表情を浮かべるヤーマン選手だが、試合再開。激しい打ち合いで、ここでコイ選手、さらにバッティングで再び試合中断。2ラウンド、近い距離での打ち合い。コイ選手、何発も被弾するも、マジで打たれ強い。ヤーマン選手も聞かされる場面があり、声を出しながら反撃する。 3ラウンド、ヤーマン選手、人生変えると叫んでコーナーから立つ。ヤーマン選手、鬼のラッシュ。激しい打ち合いになるもゴングで判定。結果は2-1でヤーマン選手、勝利。一人、ドローありましたね。ヤーマン選手、泣き崩れて、イ選手にありがとうございますと、勝利のマイクは、ライジンの皆さんは知らないと思いますけど、家庭環境複雑で、自分みたいな底辺がここまで来ました。どんな環境からでも成り上がることはできます。 僕は自分で切り開いてきました。皆さんも頑張ってください。でした。ウルっと起きましたね。そして萩原恭平選手、VS 怪物くん、ガンギマリ MMA、怪物くんのセコンドはクレベル小池選手。萩原恭平選手のセコンドには岩崎正宏さん。セコンド同士、以前柔術で試合をして、その時は岩崎さんの勝利。これは代理戦争の意味合いもあるのか。リングで萩原恭平選手は名前を呼ばれると、すごい声援。 試合は1ラウンド。終始、リーチの長い萩原選手の距離で戦い、怪物くんからはヒヤッとする攻撃はなし。2ラウンド、1分半過ぎで萩原選手、初めて組みに行く。萩原選手がそのままコントロールし、2ラウンド終了。怪物くん何もできず。3ラウンドも萩原選手がトップキープし続けてゴング。判定は3-0で萩原選手の勝利も萩原選手の顔に笑顔なし。 高田キャプテンは、ちょっと裏メインには程遠かったかなと、そしてここで2022年の来陣への参戦が決まっているこの選手ということで、登壇したのは、高源氏、改め高健進、貴健信、すだりを強しではなく、高健信と言います、来陣様からお声かけていただき、参戦させていただくことになりましたと挨拶 自分がヘビー級の中心となるよう頑張りますとそしてさらに初代タイガーマスクそしてシュートの始祖である佐山悟さんのご子息佐山聖斗さんも登壇いたしまして来年7月のライジンに出場させていただくことになりましたと挨拶しましたそして浜松の柔術怪獣関根シュレック秀樹選手 VS100kg 超級日本最強渋沢昌マ選手 関根選手は UWF のテーマで入場。関根選手は元機動隊員ですが、警察。ポリスストーリーのテーマ曲で入場するのは、渋沢翔馬選手。試合は向き合ってみるとかなりの慎重さ。関根選手、寝技で勝負したいところだが、渋沢選手の容赦のない攻撃が突き刺さる。関根選手、気迫のジャーマンを見せ、会場が沸く。その後、関根選手が上を取った状態でゴング。2ラウンド、お互いスタミナが切れる。 シビサイ選手特に手が出ない関根選手は叫び気合を入れテイクダウンし上を取りマウントパンチをシビサイ選手の顔面に入れ続けシビサイ選手は動けないここでレフェリーが止めに入り関根シュレック秀樹選手激勝 TKO 勝利試合後抱き合い健闘を称え合う関根選手何度も叫ぶめちゃめちゃ感動しました根性と気合マイクは勝って言いたかったこと 1>, 3つある1つは UWF プロレス最強2つ目はねお正月でも働いてる警察官最強あと30代40代50代60代平成生まれ昭和生まれ最強俺みたいな親父でも病気があっても勝てるんだよ諦めずにやればいいことあるんだよ続きは YouTube のコメント欄でねとマジで泣きましたおめでとうございます関根選手 そして、ここでバンタム級グランプリの2人、戦うのに支障がないとの判断が降りたので、決勝は朝倉海選手と、大木久保選手になりましたと正式にアナウンス。で、ブラックパンサー、ベーノア選手、VS、武田浩二選手。お互い黒いが、武田浩二選手の方がさらにやや黒い。1ラウンド、武田浩二選手、ジャーマンを見せ、アームロックを狙う。サイドをキープした後、何もさせない。立とうとするベーノア選手に、武田浩二選手、 ここで2度目のジャーマン。もを飛び出る。2ラウンド、ベーノア選手のカウンターが入り、武田恋選手ダウン。しかし、その後すぐ組みつき、ダメージを回復させつつトップキープ。そして残り50秒で腕ひしぎ十字固めでレフェリー止めに入り TK を勝利。ベーノア選手は号泣しながら花道退場。武田恋選手のマイクは、一番最後の試合で今年1本取れたのが良かった。 僕の地元の友達が6月にがんになって、でもなんとか退院できたんで、そうやって頑張ってるやつもいるんで、みんなも頑張っていきましょうと、はい、ファイターの方たち、みんな勇気を与えてくれますので、感動します。そして浜崎彩香選手、VS 伊沢聖佳選手。アオリー V の曲は SMAP のバードマン。伊沢聖佳選手はブルーハーツの夢。あれも欲しい、これも欲しい。 もっと欲しいもっともっと欲しいで入場でしたね著作権の関係でミュートになりますになってなかったので平本蓮選手河本宏人さんの曲で入場と言っていたので大丈夫そうですね試合は1ラウンド開始早々伊沢選手が組み付きに行くも浜崎選手が上を取るその後伊沢選手が上を取り返す伊沢選手気が強い2ラウンド果敢に組んでいく伊沢選手 浜崎選手、ポジションで上を取るも、伊沢選手、下から三角でがっちりロックし、そのままの体勢のまま体を入れ替え、マウントに、そこからパウンドを入れ続ける。浜崎選手は身動きできないので、レフェリー止めに入り終了。まさかの浜崎彩香選手の敗戦。UFC も目をつけているという伊沢聖香選手、何もさせずに完勝。マイクはデビューして1年半ですが、 本気で世界で一番になりたいと思っている。女子格闘技を引っ張って、男子格闘技に負けないぐらい引っ張っていきたいと思っている。と。そして、ここで日本レスリング協会副会長、長谷宏さんと、河井梨紗子、床子姉妹と、東京オリンピックで金メダルを取った乙黒兄弟が登壇し、これからも来人と協力関係で頑張りますとご挨拶。ここは特に何もなく、本当にご挨拶といった感じでしたね。 そしてここで来ました平本蓮選手も登壇しまして英語で何やら喋った後来年の2月ライジンランドマーク出ようと思ってるんですけどどうすかね相手はさっき素人 MMA 選手に苦戦していた萩原くんなんてどうですかケージでやろうよライジンランドマークメイン平本蓮選手萩原恭平2と一方的にまくしててリングを降りていきました そして、休憩が終わり、ここから生中継。アントニオ猪木さんと一緒に、1、2、3、ダーの後、レナ選手、VS パクシウ選手。1ラウンド、打撃からのコーナー際の攻防でゴング。2ラウンド、パクシウ選手、テイクダウンを混ぜ、果敢に攻める。サカボも見せ、有利に進める。3ラウンド、パクシウ選手が、組み付きをうまく使い、思うように戦いない、レナ選手。 しかし、パクシウ選手も倒しきることはできず、こ着状態が長く続く。勝負は判定、難しいところ。結果は3-0でうまく戦ったパクシウ選手の勝利。そして、那須川天心選手、VS ゴミ選手。煽りり V で過去、那須川天心選手が、K1 の会場に行き、タケル選手に対戦要求した時のことを振り返り、強いとかじゃなく、注目されてたんで、と。 そして、メイウェザー選手のこと、いまだにとやかく言う人いるけど、やってよかったと。これは、吉成尚選手が試合を断ったことへの遠回しなメッセージで佐藤大輔さんが入れたのかと、勝手に勘ぐり。そして、俺も火の玉ボーイですからと、新旧火の玉ボーイ対決。で、ゴミ高則選手の入場。もうこれだけで満足ですね。グローブは、那須川天心選手8ンスゴミ選手は10ンスだったようです。 エキシビジョンですが、内容は良かったです。で、2ラウンド終わって、判定なしのドロー。マイク、ゴミ選手は、無茶させないで、榊原さん。リング、呼ぶぞ。2週間、ダメだよ。2ヶ月じゃなきゃ、と。那須川天心選手は、悲しくも楽しくもあり、いろいろな気持ちが混じった試合でした、と。それと、堀米雄斗選手は、那須川天心選手のことを、点々と呼んでましたね。で、那須川天心選手にマイクは戻り、 僕、ライジン大好きで、と涙。何者でもない僕にチャンスを与えてくれてありがとうございます。タケル選手との試合、大勝負なので、ライジン代表として勝ちたいと思います。常識を変える奴は、非常識な奴しかいない。と語ると、ゴミ選手が割って入り、恩師である木口先生を追悼。二人ともすごい爽やかでしたね。そして、ここでなんとタケル選手が入場。 リング上で2人が退治、お互い一言ずつ、最高の試合をしようとか、勝ちますと喋って退場。で、ついに勝敗が決まってしまいます。斉藤豊選選手手 VS 朝倉美久留選手1ラウンド、お互い出方を伺う。2分半ほど経った頃斉斎藤豊選手、タックル、組みつき、コーナー際の攻防、膠着状態でブレイク。その後、大きな動きなく1ラウンド終了。 2ラウンド、1分半ほどのスタンドの攻防の後、斎藤選手タックル。またしてもコーナー際での攻め際で再びブレイク。スタンドでのやり合いで、朝倉未来選手の右のカウンターが入り、そこから数発連打。斎藤選手は鼻血。その後、朝倉未来選手が斉藤選手を寝かせ、上をキープし、2ラウンド終了。 3ラウンド、朝倉未来選手のニータップ。再びコーナー際の攻防。朝倉未来選手の膝が下腹部に入り、一旦中断。スタンドから再開。残り1分を切り、斉藤選手タックル。朝倉未来選手、それを切り。頭を押さえつけて、膝、膝、膝。ここでゴング。朝倉未来選手、寝てる斉藤豊選手が起き上がってくるのを待ち、ハグ。何やら言葉を交わす。判定は誰の目にも明らかで、 3-0で朝倉みくる選手の勝利。朝倉みくる選手は嬉しさをかみしめるといった表情。マイクは強気な性格で出させてもらってるけど悪夢とか重圧、プレッシャーすごかったので嬉しかったです。斎藤選手強かったです。そして斎藤選手のおかげで強くなれました。格闘技は素晴らしいということを伝えていきたいですと、朝倉みくる選手かなり爽やかな表情。で、ここで、 この試合に対しての声援がすごすぎたため、拍手での応援お願いしますとアナウンスでの注意が入りましたそして、ライト級タイトルマッチ、八千選手 VS ホベルト・サトシ・ソーザー選手1ラウンド即、組みつくサトシ・ソーザー選手何度か決めそうなシーンあるも八千選手、なんとかしのぐ八千選手が逆にサトシ・ソーザー選手を倒し上になる場面もあるが、サトシ・ソーザー選手下から三角を狙う。 しかし、八千選手、それをさせず、劣勢ながらしのぎきる。前回からの成長は見れるが、ペースはずっとサトシー・ソウザー選手なので、この後どう盛り返していくのか。そして2ラウンド、いとも簡単にテイクダウンを取るサトシー・ソウザー選手。ここから再びサトシー地獄。残り1分28秒で腕ひしぎでサトシー・ソウザー選手勝利。余裕のサトシー・ソウザー選手、超強い。 その後、サトシ選手、コナーマ・クレガー選手のよくやる肩歩きをちょっとやってた気がします。で、マイク。大晦日の試合はクリスマス。ダイエットになるから嫌だな。ライジンのベルト。日本帰ってきて嬉しい。榊原社長、頼みあるね。私、堀口選手と同じようになりたい。ベラトール選手と戦いたい。と。 これはベラトール、同階級王者、アニ・ピット・ブルを意識しての発言か、でも、サトシー・ソウザ選手、チャールズ・オリベーイラー選手もいけそうな気がするのは私だけでしょうかそしてメイン、朝倉海選手、VS ・久保弘正選手、1年の総決算、どっちが勝っても取りこぼしたものを手に入れる戦い、1ラウンド、荻久保選手、テイクダウンに行く気配はなく、スタンドでの攻防、インローを蹴り、タイミングが来た3分ほどで自然にテイクダウン。 及久保選手マウントを取るこうなると逃がさない朝倉海選手を持ち上げ叩きつける場面も1ラウンド及久保選手優勢に進めゴング2ラウンド朝倉海選手タックルを警戒し手数が出ないお互い有効打がないままとここで私の動画が止まってしまって復帰すると及久保選手が朝倉海選手を寝かせて殴ってましたここでゴング見せてくれって感じでしたね で、3ラウンド。大久保選手のシングルレッグはことごとく成功するが、テイクダウンまではいかない。残り2分で、セコンドの鶴谷博代表から、テイクダウンさせたら勝ちだぞの劇が飛ぶ。大久保選手はしつこくシングルレッグに行く。ラスト数秒、朝倉海選手、パンチを空振り、転げて、大久保選手が追撃の格好となるいい形で3ラウンド終了。剣道小林さんは、 まさかこのあとプロポーズ見ることになるんですかと、お久保選手、勝利を示唆。判定は3 0で、小木ちゃんの勝利。はい、何度目の正直か、ついにやった。そして、お久保選手のマイク。皆さん、本当に応援ありがとうございました。何回も格闘技やめようと思った時もあったけど、続けてきてよかったです。あの、一言だけ言いたいんですけど、支えてきてくれた。京香さん、ありがとう。 もしよかったら僕と結婚してくださいと観客にいる京香さんは手を丸くして OK のサイン。大井久保選手は幸せにしますと。おめでとう、おぎちゃん。マジで感動した。もらい泣きしたわ。そして京香さんはリングに来てハグし、大井久保選手は京香さんのマスクを取りキス。会場には大井久保選手の入場局の吉田拓郎さんの落葉が。おぎちゃん、世界一幸せな男や。 そしてこの後、那須川天心選手の引退セレモニーがあって、堀口教授選手からメッセージありまして、もし総合やるなら ATT に来てくださいというところで終了ですね。はい、ちょっとですね、10分ちょっとで <laughs> 収めようとしたんですが、かなり長くなってしまいましたね。ご了承ください。好きなところだけね、見ていただけてたらよかったと思うんですが、で、今回、ライジン33も全部よかったんですが、個人的には、大木久保選手といい、関根シュレック秀樹選手といい、おじさんパワーをね、 感じる回だったたかなといいう,うに思いましたそして気合とか根性とか全然死後じゃなかったですねむしろそれが大切だったという人間は精神動物なのでやはり最後は気持ちつまり弱々しいね自分の心に勝った人間が全てを手に入れると再確認ですねトラさんの名言のまさに生きていればこんないい夜があったっていいよね こういう日のために人間生きてるんだってっていうのをね、大久保選手とか関根シュレック秀樹選手のことを考えると、まあそう思うかなというふうにも思いました。あと何気に三浦航太選手の試合、今回かなり上位で良かったんじゃないかなというふうに思いますがあなたのベストバウトも教えてください。格闘技最高や、本当。ということでもう新年ということで皆さん明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。角田さんのね、 格言やらせていただこうかと思いましたがもう時間が時間なのでこのまま終わらせていただこうかと思いますおぎちゃんおめでとうピン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 ピ